このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は飯テロミートボールオムハヤシライスとぽっちゃり茶トラコンビと焼き菓子ということでですね、大阪梅田近くにある保護猫カフェウリエルさんの飯テロ動画になりますよ。まずはね、本店の方で猫ちゃんと遊んだ後にですね、この狭い路地を1分ぐらい歩いたところにね、ティールームがありますので、そちらに向かっておるところなんですね。なかなかのね、狭い路地ですよね。多分ここ車通れないんじゃないかなと思うんですけれどもね、ティールーム着きました、ね、肉球の足跡があってね、すごく可愛いんですよね。焼き菓子も後で紹介しますよ。で、置物とかがね、猫ちゃんだったりね、なんか焼き菓子っていうんですかね、があってね、可愛いですよね。で、猫ちゃん柄のアクセサリーとかもあってね、もう本当に可愛いのがいっぱいあるんですよ。店主のマグカップもありますよ。カレンダーですね。さあ、階段の方上がっていきたいと思いますよ。なかなか急ですよね。さあ、登った先にね、席があるんですけれども、なんかね、ろうそくの火ですかね、があってね、いろんな猫ちゃんの置物だったりとかね、すごくおしゃれなものがいっぱいあるんですよね。で、映えポイントもありましてですね、天使の羽を広げておりますよ。で、天井にはね、トルコランプもあって、もう雰囲気いいでしょ。で、猫ちゃんがね、だるまさんが転んだをしてるんですよ。これもまためちゃくちゃ可愛いんですよね。さあ、料理が運ばれますよ。はい、こちらがね、ミートボールのオムハヤシライスですよ。ね、おっきなミートボール乗ってるでしょ。マスクを外してね、いただきますをします。はい、いただきます。まずはね、ミートボールからいこうかなと思っておるんですけれども、見てください。これめちゃくちゃでかいでしょ。さあ、なかなか大きな口を開けておりますけれども、やっぱね、肉肉しくてめちゃくちゃ美味しいんですよね。もうガッツポーズしますよね、そら。さあね、オムライスの方も食べていきますよ。で、ハヤシソースもね、乗ってましてね、本当に美味しいですよ。もうパクパクいってますよね。さあ、こちらウリエルサラダですよ。ね、器の中にぎっしり入ってますよね。しかも結構いろんなお野菜が入ってるのでね、野菜不足の方にはいいんじゃないかなとは思うんですけれどもね。で、リンゴもありましてですね、なかなか酸味もあって美味しかったですよね。口の中変わりますよね、やっぱりね。さあ、もう一個ミートボールいきますよ。いや、何個食べても美味しいわ、本当に。ね、何回もガッツポーズしてるね。で、ご飯の方もね、ちょっとね、香りが良くてね、美味しかったですよ。バターかな、これは。すごく良かったですよ。さあ、最後のミートボールですね。ちょっと名残惜しいんですけれども。いやー、よかった。なかなか満足しますよ。で、ね、最後の一口になりますね。ちょっと書き込んでいこうかなとは思っておるんですけれどもね。多分ね、5分ぐらいで完食したんじゃないかなと思うんですよ。さあ、こちらリンゴのコンポートですね。こういったね、一口サイズのデザートがあるのいいですよね。すごいいいね、甘い香りがしてね。で、口の中もね、爽やかなね、甘酸っぱさが広がってくるんですよね。もうめちゃくちゃ美味しかったですよ。さあ、完食したということでね、ごちそうさまでした。あっという間でした、本当に。さあ、ちょっとまた階段降りていこうかなと思うんですけれども、なかなか急ですよね、帰りはね。手すりをしっかり持ってね、降りていきたいと思いますよ。で、焼き菓子の方もね、また可愛いのとかね、おしゃれなのがいっぱいあるんですよ。しかもね、こちらね、ドライフルーツティーとかって言うんですよ。こんなおしゃれなものまであるんですよね。で、焼き菓子の方もね、猫ちゃん柄があったりね、可愛いですよね。何を買ったかは動画の後半で紹介したいと思います。こちらはね、チャトラコンビのまずチャーですね。チャーって返事したらね、振り向いてくれたんですよね。寝てたんですけれども、この顔ですよ。もうほんとね、チャーはね、穏やかな子でね、どこを触っても怒んないんですよね。ペロペロしておりますね。この子はスタッフ猫なんですね。うん、いい顔してるでしょ。ペロペロしてる。あ、ちょっと甘噛みしたな、君。顔を近づけてみましょう。あ、ちょっと嫌かなそれは嫌。ワシャワシャワシャってやってるんですけど、怒んないでしょ。あ、ペロペロしてくれてるよ、しかも。ね、眠たいはずなんですけれどもね。いい子やわ、ほんとにちゃん。かわいいやんか、この顔。この表情いかがですか。お尻もカキカキしようかな。カキカキカキいい表情するね。さあ続きましてね、副店長のさんちゃんですよ。8キロもあるね、大きな子なんですけれども、あれ3でやられてるね。さんちゃん、この時はね起きてましたね。お尻トントン大好きな子なんですよ。もう尻尾もピーンとなってるでしょ。さんちゃんが猫ちゃん近づいてったさすが8キロだけありますよね。逃げていっちゃいましたけれども、膝の上乗ってきてくれましたよ。さんちゃんめちゃくちゃ可愛いでしょ、この子 ね。ちょっと重たいんですけれども、片足だけしか乗ってないんでね、うん、これだったら全然大丈夫ですね。いやー、でも嬉しいな。でどこに乗ってるんだ君はかわいいわチャトラさんも後ずさりしましたねあ、この子はティラミスくんですね。里屋さん見つかっておりますよ。降りちゃうかな。お尻タンタンタン。あ、猫ちゃん逃げていたさすが重量級のさんちゃんですね。はい、ここからはね、焼き菓子の方紹介したいと思いますよ。こちらはね、塩バニラとこちら抹茶くるみですね。そしてこちらがローズクッキーって言いますよ。まあ、こんな感じでね、お土産を買ってきました。そしてドリップコーヒーです。ちょっとね、匂ってみましょう。いい香りや。ドリップコーヒーの匂いが大好きなんですよね。で、こちらが店主のマグカップを買っておりますよ。音を聞いてみましょう。こう火を入れる音も大好きなんですよ。この音いいですよね。癒されるわ。それではね、抹茶くるみというのを食べていきたいと思いますよ。あ、ちょっとほのかにね、抹茶の香りがしますね。あ、ちょっと食べてみよう。くるみも入ってるようでね。うん、サクサク。結構ね、柔らかい感じのサクサクした感じですね。うん。抹茶の風味がふわーっと広がってきてね、とっても美味しいですよ。いいですね、これ。うんうんうん。ちょっと苦味もあってね、やっぱね、抹茶っていうのはいい感じですね。うん。くるみの感じがよく分かってないんですけれども、でもすごくね、美味しいですよ。それではね、コーヒーも飲みたいと思いますよ。この店主のマグカップでね、飲んでいきたいと思います。あ、やっぱクッキーとね、コーヒーってもうね、合いますよね。美味しい。たまらん。それではね、ローズクッキーも食べたいと思いますよ。実はね、ローズクッキーっていうのね、このね、赤い部分でわかりますかね。これね、バラのね、花びらが入っているようなんですよ。めちゃくちゃおしゃれですよね。いきます。うん。うん。うんうん。なんかちょっとシャリシャリした感じのね、サクサクでね、めちゃくちゃ美味しいですよ。これね、猫にさん一番このローズクッキーが好きなんですよね。これ甘さもちょうどよくてね、めちゃくちゃ美味しいですよ。うん。なんかこの食感。この食感もね、味わってもらいたいな。美味しいわ。それではもう一度ね、コーヒー飲みたいと思いますよ。幸せ。ね、猫ちゃんに癒されて、美味しい料理を食べて、ね、スイーツも食べてね、ドリップコーヒーを飲む、めちゃくちゃもう最高な一日でしたよ。皆さんもね、これおすすめですよ。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。今日の動画は以上です。保護猫カフェ、フリエルさんでした。